何週タクトモス以後ミスチルを今日はい、というわけで、いつも動画を見てくださっている方ありがとうございます。今回はですね、見えるかな、今回はですね、はい、こちら、ココアを使ったパンを作っていきたいと思います。ブラックココアを使ったパンをちょっと前に作ったことがあると思うんですけど、ブラックココアの方はあんまり味とか風味は出ないんですけど、普通のココアの方が味とか風味は出やすいんですよね。なので今回はそのままココアの味とか風味を生かしたパンを作っていけたらいいなって思っています。はい、そしたら生地作りの方から始めていきましょう。そしたら10分から15分ぐらいベンチタイム取っていきましょう。はい、そしたらベンチタイムの間にですね、今回使う、ココアマーガリンを作っていきたいと思います。なんかココアマーガリンっていうとすごいかっこいい言い方に聞こえますけど、ただ単に、マーガリンとココアを混ぜるだけになりますね。こういう時に限ってマーガリンがなくなるんですよね。元に戻したいと思います。
はい、元に戻りました。はい、こんな感じで混ざったら OK です。はい、そしたらベンチタイムが終わったんで、次は、しずく型に成形していきたいと思います。今回バターロールみたいな感じの形に成形するんですけど、バターロールを作るときには基本的には最初にしずくの形を作ります。で、やり方なんですけど、ガス抜いて裏に返したら、三つ折りにしてあげて、で、そしたら片方は細く、で、片方は太いままの状態にしてあげます。この状態でもうまたしばらく休ませてあげます。そしたらまた10分か15分ぐらい休ませてあげましょう。上の部分と下の部分は少し塗らないで残しておいてください。そしたら、上から軽く転がすように並べてあげて、ここ最後しっかり押さえてあげてください。はい、そしたらね、二次発酵終わりました。で、この後、焼成に入るんですけど、別に、焼成前、あと、やること、特にないです。なんで、あとは、余熱が終わるまで、生地を眺めながら、待ってください。はい、そしたら、このまま焼いていきましょう。はい、パンの方、焼き上がりました。ココアの香りがすごいします。とっても美味しそうですね。ちょっとロール生地とは違うんですけど、ちょっとふわふわした感じのパンに仕上がりました。いただきます。中に入れたココアマーガリン、もうすごい味出してとっても美味しいです。まあ、お好みでもう少しココア増やしてもいいのかなって思います。もうちょっと味が出てもいいかなって思いましたね。もしよかったら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。次回もまた見てください。バイバイ。